今日は鬼滅の刃のココミエアクリルフィギュアをやってみるよ。禰豆子に善逸、伊之助、義勇さんに忍さんの心が丸見えになっちゃうアクリルフィギュア。今日は誰の心が丸見えになるのかな。100円を3枚入れてガチャガチャやってみよう。みんなは誰の心が見たい？誰が出るのかな、楽しみ。お、このカプセルの中に入ってるのは一体誰だ。このシルエットは、あ、ちょっと顔が見えたぞ。これは一体誰だろう。家に帰ってカプセルを開けてみよう。カプセルを開けてみるよ。中に入ってるのは、これはみんなもう誰だか分かったかな。分かった人はコメント欄に書いてくれると嬉しいな。よいしょ。あ、もうみんな分かったみたいだね。正解は伊之助でした。この裏に伊之助の心の中が丸見えになってるんだね。どんな感じに丸見えになってるんだろう。見てみるよ。これを剥がせばいいの？なんかもうなんて書いてあるかは分かった気がするんだけど、このシールを剥がしてみると全部見れるよね。よし、あ、見えた。伊之助が考えているものは、ちょっとつ猛進、ちょっとつ猛進、ちょっとつ猛進。なんだ、伊之助、考えてることといつも言ってること一緒だね。これはさっき袋の中に入っていたこの台に差し込んで、こんな風に立てることができる。うん、伊之助かっこいい。決まってるね。みんなも鬼滅の刃ココミエアクリルフィギュアガチャガチャやってみてね。それじゃあ今日はこの辺で、じゃあね、バイバーイ。今日の鬼滅のスクラッチ、誰が隠れてるかみんなわかるかな。正解は伊之助でした。ちょっと難しかったかな。わかった人すごいね、おめでとう。今日の鬼滅のスクラッチ、誰が隠れてるかみんなわかるかな。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん、おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。